今回は安いぞヨゼミ史専門大集というテーマで話していくのだ。過去3年間第二日程や試験を合わせても全6回しか協定の訪問がないので史専門大集を使う人は多いと思うけど、須内、河合、Z 回を使う人が多く、ヨゼミを優先的に使う人はあまりいないと思うわ。そこで今回はヨゼミの史専門大集にスポットを当てていきたいのだ。ヨゼミの史専門大集の強みを今回は4つ挙げてみたわ。まずヨゼミの史専門大集の強みといえば、その値段から来る圧倒的なコストパフォーマンスの良さなのだ。ヨゼミの史専門大集はほとんどの本国が全5回分990円になっていて、須内の1485円、河合塾、Z 回の1430円より回数も変わらないのに大体500円も安いというぶっ壊れたコスパを持っているが、その中でも特にぶっ壊れているのが英語取り書き書の史専門大集で、英語はリーディングとリスニングどっちも5回分入って1100円、理科基礎は4科目すべて入って990円、または2科目入って770円なのだ。特に英語は受ける人が多いし、傾向に慣れたい、たくさん演習したいという人も多いと思うのでぜひ使ってもらいたいわね。ただ他の出版社と比べ、特に優しめに作られているので序盤に使う、英語が得意な人は制限時間を減らしてみるなどの工夫をして使ってみてほしいわ。そして理科基礎はセンターの過去問が割と有効なんだけど、少しは実専問題集やりたいなと思った時に非常に手に取りやすいお値段なのだ。続いて質についてなんだけど、ヨゼミの実専問題集は模試からの流用が多いのだ。河合塾の全頭模試は約30万人、ヨゼミの模試は2万人から4万人と受験者数ではかなり差があるものの、決して質に関しては遅れを取らないと思うわ。近年かなり衰退しているとはいえ、昔はかなり控えていたヨゼミなので、実専問題集の質はまだまだ現役なのだ。そして皆がよく使う河合塾の実専問題集も模試の過去問は流用しているんだけど、その中には高2模試も含まれており、受験生が直前期に使うにはちょっと微妙だなと思ったりするのだ。英数国は本番と同様の試験範囲になっているから問題ないんだけど、理科と社会に関してはカリキュラムが高2の時点で終わっていない高校がほとんどのこともあって、問題形式が全く違うものになっているわ。そんなこともあって、特に理科と社会は河合よりヨゼミがおすすめなのだ。そしてヨゼミは浪人生にもおすすめなのだ。須内、Z 回は昨年と問題がかぶっていたり、河合は前年度の模試の流用で解いたことがある問題に当たる可能性も高いわ。でも現役でヨゼミの実践問題集を使っていない、または模試を受けていない人は新鮮な問題で編集ができるのだ。質とは話が違うけど、その点でもヨゼミの実践問題集は優秀だわ。続いてヨゼミの実践問題集の元として、他の実践問題集と比べて解説が詳しいのだ。回答のポイントは分かったり、基礎事項の確認ができたりと苦手な人でも重要点を捉えやすい解説になっているわ。上位層は確かに須内や Z 回の特に詳しいわけでもない解説を読みこなしてほしい気持ちはあるんだけど、共通テスト7割から8割ぐらいを目指す中堅層は特に苦手科目はヨゼミの解説に頼るのも戦略の一つなのだ。そして最後に難易度なのだ。巷では須内と Z 回がおすすめされるけど、協定で8割、9割を目指す上位層以外には科目によるけど難しすぎる気もするわ。ヨゼミと河合は須内や Z 回よりやや優しめに作られている分、上位層以外の試験におけるボリューム層はこっちの方が難易度的には合っているのだ。万人におすすめできるちょうどいい難易度、それこそヨゼミの実践問題集の一番の強みかもしれないわ。というわけで今回の動画ではヨゼミの実践問題集について話したのだ。値段だけでなく質、難易度ともにフィットする受験生はかなり多いはずだわ。他の出版社の実践問題集ももちろんいいんだけど、あまりにもヨゼミの実践問題集を取り上げる人が少ないので今回は動画にしてみたのだ。少しでもヨゼミの実践問題集に興味を惹かれた人はぜひ使ってみてほしいわ。では今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。